J5 マイクノベンバーリマです。ご視聴ありがとうございます。前回に続き、ノイズが多くて有名な中華製 12V から 13.8V に昇圧させる2500円の DC-DC コンバーターのコモンモードのノイズ対策を中心に紹介いたします。アマチュアレベルの実験ですので、すでに部屋内もパソコン、LAN機器があるためノイズだらけで、何のテストをしているのか疑問もありますが、実測しながらテストを継続していきます。今回は有名なパッチンコ音を取り付けて、とどめのノイズ対策をしていきます。意図的にコアを2種類使い、広い周波数帯で効果が発揮できるようにしました。手軽なパッチンコアでの対策ですが、みるみるノイズが減っていきます。ちょっとずつですが、取り付けるコアの数が増えると S メーターの振れも小さくなっていきます。コアに巻きつける回数多いほど効果が高いとされていますが、巻きすぎるとケーブルに負担がかかり絶縁被膜の損傷を起こしますので、そこそこで抑えることも重要です。パッチンコアメーカー各社 OM 各局も実施している今となっては基本的なノイズ対策ですが、お手軽な割には効果が大きいです。確かに世間に普及している対策には訳があること、よくわかりました。結果です。28MHz で S9 だったノイズがパッチンコアを取り付けることにより S3 近くまで下がりました。努力した甲斐がありました。2500円の DC-DC コンバータ、購入当時は 7MHz で S9 プラス 10dB 以上の強力なノイズがあるため、 HF の運用には使えない状況でした。DC-DC コンバータ本体ケースのアースへの短絡、出力側にノーマルモード対策のためのフィルター取り付け、外側ケースのシールド対策、ケース外に入力出力ケーブルにパッチンコア各3個取り付け、合計4種類の対策を実施いたしました。これらの対策により徐々にノイズが低下して S2 ぐらいまで低下いたしました。残念ながら1個の対策で HF の運用に耐えるまでノイズを下げることは難しいですが、アマチュア的なノイズ対策を複数実施することにより運用に耐えるレベルまでノイズを下げることができました。ノイズ対策 1+1+1=3 でなく1の場合が多いです。さらにプラス1すると10ぐらいの効果が出ることが結構あります。いろいろな対策が相互に作用しながら一気にノイズが下がる傾向ですので、根気強く対策することが重要です。あくまでも一例ですが、ノーマルモードは比較的低い周波数10メガあたりのノイズの原因になることが多いです。コモンモードノイズは10メガ以上の周波数で多いので、運用する周波数に応じていろいろな対策が必要となります。ノイズの多い環境下で動画撮影したので映像的な表現がいまいちとなりました。現在手短な場所でノイズが少ない場所を探しております。また並行して実際に移動運用で DC-DC コンバータを使い、ノイズの影響についても説明したいと思っております。あくまでも素人レベルの実験ですので、多くの誤差含まれておりますが、格安 DC-DC コンバータ、それなりに対策すればアマチュア無線に使うことができます。ぜひとも参考にしてください。作りは質素ですが、小型の無線機と組み合わせるには最高のアイテムだと思います。完全な自作は諦めましたが、中華製の汎用2500円 DC-DC コンバーターがアマチュア無線に使えるように手を加える部分に、少しは自作することの魅力感じていただけたでしょうか。動画で紹介したような自作品でもアマチュア無線楽しめます。ぜひとも皆さんチャレンジしてください。お空でお会いする日楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。